大丈夫、ゆっくり回るんだよ。 OK、 しっかり開いて、片手じゃなくてもいいから、ちゃんと膝が曲がらないように、おけつと膝と足首がまっすぐになるようにして、とりあえずギュッてやったら、そのままポンっていく、ただギュッて開く、着地の瞬間意識してギュッて開くんだよ、自分でね、自然落下でバーンってやったら絶対開かない、ゆっくり回るようにして合わせて足も開くんだよ、わかる？後ろもね、しっかり後ろ耳の横にこう、うさぎぴょんってできない場合だったら、ちゃんとこうここで支えて、首がぐきって横向かないようにね、真後ろに行くんだよ、真後ろに行くけど、あ、見てろ、真後ろに行けねえし、腰の舐めっちゃったよね、こうやってると、こうか顔が曲がっちゃダメ、この首が行かないように、手と、ね、両手と頭で支えて、このブキッてなるんだけど、支えるんだよ、全体重が首にかかりすぎないように手で支えて、それでいて、あの勢いで足を回して着地するときに足をしっかり開く、見ててごらん、みんなそういうふうにやってるから、片手がこうで、片手がこうだと言っちゃうから、両方同じにしな、こうやるか、グーでこうでもいいし、ね、しっかり足を引き起こすんだよ、でお尻座るときに、もう一回見とけ、座るときに大きいのが一番できない原因は、座りながらこうやって、一番最初に言ったのは星のときに、小林の後ろ回りするときに、どうしてもこう出て座るから、横に回っちゃう、それをせっかく今やればとなったんだから、少々痛まれてるんだけど、このまま上に覗いてお尻から突き上げて、まっすぐには怖がらないんだよ、痛いけど、そうすると普通に回れるから、足をちゃんと開くんだよ、ギュッて伸ばすんだよ、お前そこで一回ギュッて切れちゃうぐらいまで伸ばすんだよ、足をそのまま横曲がってるよ、両手、両手、両手、倒れながら、倒しな、倒れながらこうやってこうなっちゃうから、ヤクモにお前言ったし、肘を開かない、うん、で回ればバランス崩れることなく一緒に回れるの、こうやってやればこっちから、ほら一緒の次のやつから、ね、やべえぞ、低学年も低学年も、はい、いけ、開かない、そう、もう回れる、肘を開かないね、怖いけど肘を開かない、そう、これを開くだけで軽く曲がっちゃうからね、別にお前右だけ、あ、また始まったよ、ちょっと首が痛いからダメだよ、怠けちゃう、それ式だよ、それ式、普通に言ったらそれ式のことだよね、で、この間俺の足引っかかって爪剥がれたけどさ、柔道で爪剥がすなんて怪我のうちに入んないから、サッカーで打撲と一緒だから、当たり前のことだよ、はい、もう一回いくよ、はい、ゆっくりぐるってやって、きれいに開くように意識しろ、あ、もうあれだけ動いた後なんだから、ちゃんと伸ばしてあたりも、あと休むか、いいよ、
っすぐ行くんだよ。首落とさないよ。胸に顎がつくようにするんだよ。今なんか痛いわ。分かる？肘開くな。我慢しとけ。やつも肘が開いてる。ギュッとつけとけ。曲がっちゃう人は小林もつけとけ脇を。おおなんでこうやっちゃったよ。意味ねえじゃねえかよ。それを我慢しろっつってんの。